どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらアメリカンエクスプレスのビジネスゴールドクレジットカードなんですけども、こちらのですね細かい特典をねちょっと解説やっていきたいなと思います。ということで今回ね、このアメリカンエクスプレスのねビジネスゴールドカード、先日ね金属製になりましたということで発行された方もね結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、そこまでね知られてないねデルの優待であったりですね、 JAL オンラインサービスであったりクラブオフっていうね特典があるんですけども、今回ですねここらをメインでねちょっと解説ねやっていきたいなと思います。最近ね発行された方、今までねずっと持ってる方ねいらっしゃいましたら、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ちょっとあんまりねこのアメリカンエクスプレスのねビジネスゴールドクレジットカードなので、あんまり持ってる方ねいらっしゃらないかもしれないんですけども、ちょっとね私的には結構ねいい特典だなというふうに思う部分がありましたので、今回ね動画を撮らせていただきました。で、基本スペックなんですけども、こちらはね前回動画でね話した時にやりましたので、こちらさらっとね行きたいなと思います。こんな感じになっておりまして、年会費が3万3000円プラス税金というふうになっておりまして、基本還元率が 1%、 貯まるポイントがアメリクスリワードポイントですね。で、ポイントの交換先が ANA マイルとか JAL マイルとか、あとブリティッシュエアウェイズのねマイルとかも交換できたんですけども、先日ね解約になってしまいましたので、ブリティッシュエアウェイズのマイルはちょっとお得ではないですね。で、先日生放送でね教えていただきましたけども、シンガポール航空のねクリスフライヤー、こちらがねおすすめかなっていうところですね。それ以外には ANA スカイコインとかね、そこら辺っていった形になります。で、ビジネスダイニングコレクションということで、レストラン2名以上利用すると1名無料で、出るテクノロジーズ優待、こちらがね今回メインで話したいなっていういうふうに思っておりまして、こちら結構すごいんですよね。あとね、JAL オンラインサービス、あとクラブオフ VIP 会員、あとね、手荷物宅配ですね。こちらは羽田、成田、関空、中部で利用することができて、ホテルへの当日手荷物宅配サービスっていうのもねありまして、こちら東京、新宿、博多駅で指定のエリアね利用することができます。またね、空港のラウンジも利用ができて、旅行保険はですね国内線遅延保険もねこちらついているということで、利用負担にはなるわけなんですけども、ついております。で、発行元はですねアメリカンエクスプレスっていった形になります。で、今回はですねメインで話したいなと思っているのは JAL オンライン、あとねクラブオフ、あとねデルテクノロジーズ優待ということで、まずねこの JAL オンラインっていうサービスなんですけども、こちらね公式サイトにね載っているんですけども、JAL オンライン入会費年会費無料ということで、こちらねサービスね今から説明していくわけなんですけども、こちらの JAL オンラインっていうのは完全無料で利用できるね本当にメリットしかないサービスっていう風になっておりまして、こちらねアメリカンエクスプレスのビジネスゴールドカードね保有されている方は利用することができるっていった形になっておりまして、まずね新規登録するとですね国内線の桜ラウンジが使えるクーポンはですねまずもらえるんですよね。またですね10回以上利用していただくとですね、こちらね桜ラウンジのねクーポンがまたね5枚もらえるっていう風になってるんですよね。で、20回利用するとですね、さらに今までの特典にプラスして抽選で素敵な商品をプレゼントということで、これね記載はないんですけども、こういった感じでですね JAL オンライン利用していただくと特典がね利用することができるっていった形になってるんですよね。またですね、この JAL オンラインで利用するとですね普通席ありますよね。こちらで利用するとですね、クラス J っていうね、ちょっと広い席があるんですけども、本来ね、そこプラス1000円とかね、お金がかかる席なんですけども、こちらはですね、同額で利用することができるっていった形になってるんですよね。これも結構すごい特典ですよね。で、一応ね、この普通席と同額料金でクラス J にね利用できるっていうのは一応キャンペーンになっておりまして、2022年の3月の26日までっていう風に記載があるんですけども、こちらねアメックスの方のキャンペーンだと3月26日って書いてありまして、 JAL オンラインの方のね公式サイトだと10月と書いてあるんで、これどっちが正しいのかわかんないんですけども、一応ねこの特典はアメリカンエクスプレスのね特典っていう風になりますんで、一応こちらは3月の26日まで現時点ですね。これ結構ずっとやってるみたいなんで、延長されるんじゃないかなっていう風に思うわけなんですけども、こういった感じでね利用することが
できるって形になるんですよね。いいですよね。しかもこれ完全無料でね、利用することができますので、登録しない手はね、ないかなっていうふうに思いますんで、ぜひね、登録ね、してみていただければなと思います。それでは次にですね、クラブオフ優待ですね。こちらはね、クーポンとかはね、もらえるサイトっていうふうになっておりまして、まあ、それ以外にもね、いろんなサービスあるんですけども、まあ、私がね、一番利用していただきたいなと思ったのは、各種クーポンがですね、このサイト登録するだけで利用することができるって形になっておりまして、まあ、簡単にね、調べたところだと、こんな感じでね、クーポンが出てきて、まあ、コメダコーヒーであったり、ビルズであったりですね、あと、道頓堀とかね、あと、味の民芸とかもあるんですね。まあ、こういった感じで、飲食店のね、クーポンももらえたりですね、シェフグルメカード、っていう金券ありますよね。あれが少し安く買えたりですね。まあこれはね、ちょっと安く買えるんですけど、送料がかかっちゃうんで、ちょっとね、微妙なラインかもしれないんですけども、こういった感じで結構ね、いろんなクーポンとかお得にね、利用できるサービスがこのクラブオフっていうのにあるんですよね。ぜひね、こちらもチェックしていただきたいなと思います。それでは次にですね、デルテクノロジーズ優待ですね。こちらがね、今回ね、一番メインで話したいなというふうに思っておりまして、このね、アメリカンエクスプレスのゴールドビジネスクレジットカードですね。こちら年会費がもともと3万1000のクレジットカードだったんですよね。で、最近こちらが3万3000に年会費が上がったんですよね。で、これと上がったタイミングと同時にね、このサービスが始まったみたいなんですけども、このデルテクノロジーズ優待ということで、こちらはですね、期間中に7000円のキャッシュバックが年間2回もらえる優待っていう風になってるんですよね。で、本来アメリカンエクスプレスのオファーっていうのは、いくらに対して何パーセントのキャッシュバックしますみたいな。まあそういったのがね、このアメリカンエクスプレスのオファーでね、多いわけなんですけども、これはね、クレジットカードについている優待ということで、もうこちらね、100% 還元なんですよね。ですんで、年間2回ね、期間分かれてるんですけども、7000円、7000円ということで、年間ね、1万4000円分、完全ただでね、このデルテクノロジーズでお買い物ができてしまうっていう特典なんですよね。かなりすごいですよね。ということですんで、こちらもね、ぜひ利用していただきたいなというふうに思っておりまして、期間がですね、2つにね、分かれてるっていう話をさせていただいたと思うんですけども、4月1日から9月30日までで7000円。で、10月1日から翌年の3月31日までで7000円っていう形になりますんで、この両方のね、期間で7000円分のお買い物が完全無料でね、利用することができるっていう形になっておりますんで、で、注意していただきたいのは、こちらはまず、エントリーっていう登録が必要っていうところですね。これね、しないで買い物しちゃうと、そのまま請求来ますんでね。あと、期間が2つに分かれておりますよね。4月から9月までと、10月から翌年の3月31日ということで、こちらね、どっちかに偏って1万4000円使ったらダメで、7000円で利用して 100% 還元っていう風になりますんで、注意ね、していただきたいなと思います。ということで、このね、デルテクノロジーズ優待っていうのはですね、実際ね、登録ね、やっていきたいなと思います。概要欄にですね、公式サイト載せておきますので、もし保有されている方はですね、そこからね、利用して登録ね、していただければなと思うんですけども、公式サイトね、飛んでいただくと、こういった感じのね、画面になります。で、このね、デルのテクノロジーズ優待特典ということで、この特典のね、詳細が載ってると思うんですけども、下の方にね、行っていただくと、登録するっていうのがね、あると思いますので、こちらでね、登録をしていただきます。そうするとですね、特典一覧ということで、ご登録可能な特典のうち、1分の0登録済みですっていうね、感じで、まあちょっとよくわかんない画面になってると思うんですけども、下にね、デルテクノロジーズっていうのがありますよね。で、そのままね、下の方に行っていただくと、登録するっていうのがね、出てくると思いますので、こちらでね、登録するをクリックしていただきます。そうするとですね、お申し込みね、ありがとうございましたということで、これでね、エントリーが完了するっていった形になります。まあ、ここのね、登録はね、そんなに難しくないかなというふうに思うんですけども、まあ、この特典自体はですね、あんまり知られてないと思いますんで、私もね、実際やってみて、あ、こんな感じなんだっていう感じでしたね。でですね、公式サイトね、トップページに戻っていただくと、このデルテクノロジーズ優待のところにですね、オンラインショップがね、記載されておりますよね。まあ、ここをね、URL クリックしていただくとですね、こちらでね、ネット通販楽しめるようになっておりますので、で、実際の商品なんですけども、この左上にハンバーガーメニューがありますよね。
まあ、そうすると製品っていうのがありますんで、まあ、ここでね商品選んでいただいて、まあ、7000円分がですねそのまま 100% 還元で利用することができます。マウスとかねそういったものであれば結構ねお得に利用することができるかなと思いますんで、まあここら辺ねいいのではないのかなと思いますよね。まあぜひねアメリカンエクスプレスのねビジネスゴールドカードね保有されている方はこちらもねぜひチェックしてみていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですねアメリカンエクスプレスのビジネスゴールドクレジットカードのちょっと細かい特典をね解説させていただいたわけなんですけども、今回ね紹介させていただいた特典の中でこのデルのテクノロジーズ優待ですね、こちらね最近始まった特典っていう風になりますんで、まあ、知らない方もね結構いらっしゃるかなという風に思いましたので今回ね動画解説させていただきました。まあ期間はね決まっているわけなんですけども、年間でね1万4000分の商品がですね無料で利用できるっていうのはかなり大きいですよね。ぜひ利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンホテル、ヒルトホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。